皆さんこんにちは、チャッピーでーす。はい、今回はですね、作り置きしておくとご飯が止まらない最強のお供、めちゃくちゃ美味しいタレに漬け込んだボリボリキュウリの悪魔漬け。マジでね、さっぱりとちょっと刺激的な味付けでご飯むちゃくちゃ進んじゃいます。しかもポイントを抑えて作ることでキュウリの食感が神がかってて、もうなんぼでも口の中に入れてね、噛んどきたいぐらい、もうパリパリポリポリが止まらない最強の作り置きレシピなんで、この夏のね、暑い日にキュウリ安くてね、美味しいのでぜひ作ってみてください。なんといってもね、ちょっとピリ辛の刺激も加えてあるので、おつまみとしても抜群です。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。きゅうり2本。きゅうり大量に消費したい時にね、ぜひ作ってみてください。今回の漬けマジでやばいです。はい、そしてこちらポン酢が 150cc にお水を 150cc 足して伸ばした状態のもの、1対1の割合です。使用するポン酢はお好みのもので構いません。はい、こちらね、味付けに使う調味料、お砂糖大さじ3杯、鶏ガラスープの素小さじ1杯、ごま油大さじ1杯。はい、そしてちょっとピリ辛の刺激を加えるのに豆板醤小さじ1杯ほど。これは入れすぎると辛いんでね、お好みで調節してください。はい、そしてすりおろしタイプの生姜とニンニク各小さじ1杯、もうチューブのものでも生でもどっちでも OK。 はい、そしてこれ仕上げの風味付けとネギの食感をプラスするのにね、適当にまあネギバサッと用意して、そして煎りごま、これも大さじ1杯ぐらい。材料は以上でーす。まずはきゅうりの下ごしらえからしていきます。はい、ヘタの方をね、適当に切り落としてください。そうしましたら、このキュウリのね、アクを抜いていきます。この切り落としたヘタを切り口に押し当てて、くるくるくるーっとね、30秒ぐらい擦り合わせてください。そうすると、このキュウリのアクがどん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 皮を伝って出てきますんで、これを取り除いとくだけでね、苦味が和らいだりね、キュウリが美味しくなっちゃうんで。はい、こんな感じでね、白い泡が出てきたら OK。これ両サイドからやっといてください。このアクを引き出した後、綺麗に水洗いして切り分けていきます。はい、こんな感じ。見て、めっちゃ気色悪いね、これ。ほんとこの泡出しとくだけで、キュウリの美味しさ変わるんでね。おすすめ。よし！はい、こちら、キュウリのアク抜き後、水洗いしたら切り分けていきます。まあ、輪切りでもいいですし、斜めに切っていただいてもいいですし、お好みでいっちゃってください。まあ、5ミリから7ミリぐらいで、ポンポンと切っちゃおう。今回はね、斜め切りにしますわ。ある程度厚みを持たせて切っておくことで、マジでキュウリの食感がやばくて、ご飯止まらん状態になるんで。はい、こんな感じで切っちゃおう。よいしょ。ほんと輪切りでも構いませんしね。乱切りでもいいですよ。はい、こんな感じでキュウリを切り分けたら、ボウルに入れてください。よいしょっと。はいよ。はい、そして、キュウリっていうのは、水分のめちゃくちゃ多い野菜なので、お塩、まあ、二つまみぐらいね、入れてください。そして、しっかりと混ぜ合わせて、キュウリに塩を絡めちゃう。はい、こんな感じでね、全体的に混ぜ合わせて、お塩をキュウリに絡める。この状態で、30分置いといてください。そうすると、お塩のパワーで、キュウリの余分な水分が抜けて、キュウリの美味しさがね、ぐっと引き締まりますので、このまま30分置いときます。はい、お鍋用意してください。キュウリに塩をしている間に、めちゃくちゃやばいタレの準備しとこう。ここにポン酢とお水を合わしたものを入れます。はい、ごま油。そうですね、先ほど用意した味付けの調味料全部入れてください。ネギとごまは最後です。はい、ニンニクと生姜。お砂糖、鶏ガラスープの素、豆板醤。よいしょ。はい、たったこれだけです。あとはこれね、軽く混ぜ合わしておいてください。この後、一煮立ちさせるんで、まあ、ある程度混ぜて馴染んだら OK です。はい、OK。じゃあ、キュウリちゃんにね、
塩が回るまで待っときましょう。はい、こちら30分ほどお塩をしてなじませた状態。見て、キュウリからめちゃくちゃ余分な水分がにじみ出てきます。そしてキュウリもちょっとね、しんなりとしてきますので、さっと水洗いして表面のお塩を洗い流して、しっかりと水気を絞り切ってください。はい、こちらしっかりね、ギュギューっと握り込んで水気を絞り切りました。これでキュウリの準備完了。じゃあこっから味付けよう。はい、こちら先ほど合わせておいた激うまの漬けだれ、まずは煮立つまで加熱してください。まあ、火力はね、強火で OK です。とりあえずパパッと煮立たせます。はい、こちら激うまのタレが煮立ってきたら、きゅうりを投入。そして全体的に広げてください。そのまま加熱して、もう一回ね、グラグラっと煮立ったら火を止めてください。はい、こんな感じですね。ボコボコボコっと煮立ってきたらもう火を止める。結構早いです。はい、そしたらちょっとね、下まで沈めたいので落とし蓋をしていただいて、この状態で冷めるまで置いておいてください。しっかり冷めたら、もうこのね、タレごと保存容器に移し替えて、冷蔵庫でまあ最低3時間から一晩ぐらい漬け込むと、しっかり味が馴染んでマジでやばくなるんで、冷ました後にしっかり冷やして味を馴染ませます。はい、こちらしっかりとね、自然に冷めたら保存容器に移し替えてください。ここでいりごま、はい、刻みネギ、はい、しっかりと混ぜ合わせて絡める。いや、マジでこのきゅうり漬け、ご飯止まらん最強のお供。しかもね、豆板醤で少しピリ辛にしてるんで、刺激も加わり、おつまみとしても抜群。はい、あとはこのまま冷蔵庫でしっかり冷やしてなじませてください。まあ3時間ほどなじませれば十分美味しいんですが、できたら一晩以上漬け込むと味がぐっとなじんで、かなりやばくなるんでおすすめです。あいよー、今ちょうどね、3時間ぐらい漬け込んだ状態。今回ちょっと早めに食べたいと思います。おすすめは一晩以上ね。見てこれ、めちゃくちゃうまそうちゃいます？これがキュウリの食感もポリッポリパリパリで、甘じょっぱい感じのね、ご飯に合う味付けなんで、ぜひ一回作ってみてください。それではキュー、むポーをいただきます。はい、ということで熱々ご飯用意しました。これをご飯と一緒に食べるとマジやばい。これはたまらん。いや、きゅうりも余分な水分を抜いて、沸騰したこのタレに入れてね、もうほぼ煮込まずにゆっくり冷まして漬け込むことで、きゅうりが柔らかくならずね、パリンパリンポリンポリン、食感エグすぎる。しかも味もグッと入ってマジでうまい。これはご飯止まらんやつ。やっぱね、ポン酢ベースなんで、さっぱりとほんのり甘く、少し入れといたね、豆板醤が効いてピリ辛の刺激も加わり、マジでやばい。いや、これ作り置きもできますし、しっかりタレに漬け込んでおいたらね、5日から1週間ぐらいは日持ちしますし、ご飯のお供に間違いなし。うん、やっぱきゅうりは安売りしてたりね、大量に買っちゃうことあるんで、ぜひ作ってください。もうほんま食感だけでもやばい、止まらんな。はい、そしてなんとこれ甘じょっぱくて爽やかで、豆板醤の刺激も効いてるんで、つまみに抜群。うん、乾杯。あー、うまっ。いや、このほのかな酸味と甘さが最高やわ。いや、これはマジでね、大量に作って作り置きしておくことをお勧めします。もうパパッとね、出せますし、あとちょっとご飯のおかずが足らんっていう時とか、おつまみ欲しいなっていう時に大活躍する、この悪魔のパリッパリポリポリ漬け、最高にうまい。あー、今回のポイントとしましては、きゅうりの余分な水分をしっかり抜いた後、美味しいタレで漬け込むんですが、
このね、ひと煮立ちさせて熱々になったところへ入れて自然に冷ます。こうすることでキュウリに味が馴染みやすく、しかもキュウリの中までしっかり火が入らないので、ほんとね、パリンパリンの食感になってやばすぎる。いや、しかもご飯も進むし酒も飲める、最高のお供。まっ。いや、これマジやばいわ。ほんとね、おつまみ感をさらに出したい方はもう少し豆板醤入れてピリ辛にしていただいてもいいですし、今回はチューブのおろしニンニクと生姜を使いましたけど、生のものを吸って入れるとパンチがさらに増すんで、かなりやばいことになるんで、まあお好きな方でいってください。今回は手軽に作れるようにね、チューブタイプのすりおろしニンニクとか使いましたけど、生はかなり危険です。うますぎ。